セコイアセンパーアバイロンスセコイアは、ヒノキカセコイア族の常緑新幼樹セコイア族はセコイアのみの一族一種である。高さ100メートル近くにもなる世界有数の大鉱木。アメリカ合衆国西海岸の沿岸一帯に自生する。セコイア杉、センペルセコイア、レッドウッド、アメリカ杉、あるいはコーストレッドウッド、カリフォルニアレッドウッドなどとも呼ばれる。 セコイアデンドロンとの対比からセコイアメスギ、メスギとも、葉の形が似ていることから一位もどきとも呼ばれる。世界一の樹高を誇り、カリフォルニア州、レッドウッド国立州立公園のセコイアは、樹高世界一位から三位までを独占する。平均的な大きさは、樹高80メートル、強硬直径5メートル、樹齢は400年から1300年ほどで、 2200年のものが現在知られる最高齢である。厚さ30センチに及ぶ樹皮や、心材の色から、レッドウッドとも呼ばれる。この樹皮と木質部はタンニ人ンを多く含み、病原菌やシロアリの侵入を拒む。この厚い樹皮は、他の紅葉樹が燃え尽きてしまうような山火事の際にも木の内部を守る。北アメリカ西海岸に見られる、セコイアの巡林は、 度重なる山火事により出来上がったものと考えられている。丈夫なので、建材としての利用価値が高い。耐久性が非常に高いので、家屋や橋梁などの建築用のほか、サイロや液槽などにも用いられる。カリフォルニアの観光地などで土産物も細工にも利用される。庭園用の椅子やテーブルによく加工される。日本では庭園の木や記念樹として栽培されている。 北米の先住民が作るトーテムポールの原材料でもある。1821年頃にチェロキー文字を発明したチェロキー族インディアンの賢人、シクウイアにちなんで命名された。ありがとうございます。